はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら葛飾区の金町という町に来ております。このね、金町なんですけれども、ここ数年でもう本当にね、名店が集まるラーメンの激戦区となっておりまして、僕もですね、動画でお世話になっている三浦屋さんという家系ラーメンを筆頭に、昔からねお世話になっているシンクさん等々、行列が絶えないようなそんな人気店が集まる地域になったんですけれども、ここにですね新たな新店ということで、僕もね以前からお世話になっております。つけ麺カズさんというつけ麺屋さんでね、ずっと働いてた方がこの金町で独立をするということで、今日はですね、そちらのお店さんで以前、僕がね企画でやらせていただきました、デカ盛りのないお店にお邪魔させていただいて、僕がね器を持参してデカ盛りを作っていただく、そんなね、お店を紹介するシリーズ、今回撮っていければと思ってます。ちなみにですね、今回使うデカ盛りの器はこの中に入っておりますが、後ほど紹介させていただくとして、早速ですね本日のお店へ到着しました。こちらが本日お邪魔させていただきます、つけ麺一滴さんでございます。今日はですね、特別にデカ盛りを作っていただくということで、この後ですね営業を終了してからゆっくりいただく予定なんですが、せっかくなのでね、店主さんにも、まあ、こだわりとかいろんなメニューの話聞きながら、美味しくそちらのデカ盛りつけ麺食べていこうと思います。ということで、本日ですねお伺いさせていただきました、こちらつけ麺一滴さんに店内に入りまして、すでに、本日のね通常メニューは注文してあります。今回ですね、もちろん普通の、通常提供してあるつけ麺をいただきつつ、その後ね特製のデカ盛りを作っていただくということで、こちらのね一滴さんのつけ麺なんですけれども、注文した際に無料のトッピングございまして、ニンニク醤油と、柚子胡椒を選べるんですけど、今回はですねこちらのニンニク醤油を注文させていただきました。で、一杯目はね、並盛りなんですが、もちろん特製注文ということで、豪華な濃厚つけ麺らしいので、完成するまでね、もう少々お待ちたいと思います。ということで、本日ですねいただきます、これ通常の、特製のつけ麺が完成しました。こんな感じでございます。もうしっかりとね麺線綺麗だし、具材もうまそう。とにかくね、ここはもうつけ汁が超濃厚らしくてですね、もうこれね見るからにわかるね、この濃厚な、豚魚のつけ汁でございます。まずはこちらの通常の一杯をいただきます。ちょっとね、ひとまずいつも通り麺だけでいただきます。うん、うまっ、むちむち、あ、大盛りにしたらよかったな、麺なくなっちゃうな、そのままで。うん、うまっ、あ、この麺うまっ、あっちゅう間になくなっちゃいそうなんで、つけ汁いかしてくださいうわ、見えるこの絡んでる感じ、超濃厚ですよ。うわ、うまっ。この店主さんは以前ね、その独立する前の勤めてたお店さんからずっとお世話になってるんですけど、めちゃくちゃうまい。本当に実家から通える範疇というか、歩ける範疇のお店さんで働いてたんで、もう常に行ったんですけど、もうマジでうまい、これ。そうですね、まだつけ汁つけてから2口、麺だけで2口いったんですけど、ちょっとねうまくてもう麺がないです。なんでいただいてるねこの特製のトッピングは全部一旦つけ汁にあえつつ、まあ、この辺りでこのニンニク醤油ですね、これが自家製で作られてるんですけど、もちろんねつけ汁に溶いてもうまいし、このね麺側にのっけて、これはねつけ汁につけずに食べても香りがね強まって美味しいんで、うまっ。このニンニク醤油って生ニンニクの刻みだよね。そうです、生ニンニクの辛みとか残りつつ醤油の香りがあって、これ美味しい。いや、これ一瞬、本当に一瞬うん、チャーシューもうまっ。画面越しで伝わるかな、このいい感じの色味ね、個人的にはチャーシュー増しおすすめでございます。
や、これはうまいわ。ひとまずね、この特製波盛りはいつものごとくこの味玉で最後の一口で、で今ねこんな感じで麺丼の方はなくなったんですけど、まだねこのニンニク醤油余ってますんで、ちょっとこれを漬け汁に加えて、もちろんねこの最後はスープ割りで締めさせていただきます。またねこの割ったスープもめちゃくちゃにうまいんですよ。やっぱ締めはこれだ。うまい。ということで、ただいまですね、この並盛りでいただきました特製のつけ麺は完食でございます。一旦ね、ごちそうさまでした。で、この後ですね、まあこの後というか、もうすでに特製用の麺はね、茹でてもらってるんですけど、今回ね、持参した器はこちらでございます。ちょっとね、分かりにくいかもしれないんだけど、手と比べてもまあこんな感じと、とんでもなく巨大な器でございますが、なるほど、2キロ茹でるとそうなるのね。とんでもない量になってるな。いつも見てる光景だけど、やっぱすげえ多い。でっか。でっか。こんな光景、うどんのチャレンジメニューとかでしか見たことないな。ということでですね、ただいま、この特製のデカ盛りが到着しましたが、サムネは全然合成じゃないです。あの、ガチのデカ盛りでございます。じゃあちょっとね、こちらも早速ね、出来たて、いただきます。で、こちらのね、一滴さん、通常のつけ麺の他にも、辛い、つけ汁もありまして、後ほどね、おかわりする際は、そちらでいただこうと思いますが、よー、でかいな。やっぱね、一杯目のうまさは大きくなっても変わらずですよ。もうね、この濃厚さ、何回見てもうまそう。じゃあそろそろ2杯目を脱がしていいですか。まだまだね、ちょっとここ残ってるんですけど、スープ割り使わずどん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 なくなってきますね。じゃあちょうどね、もうこれつけ汁1杯目ないので、最後いただきつつ、続いてこれ2杯目ですね。これが辛つけ麺のつけ汁でございます。こちらもいただきますか。これ辛いつけ麺はこんな感じですね。お、結構しっかり辛い。これね、唐辛子の風味、この香ばしさっていうのかな、かなり効いてるし、辛みもパンチあって、このね、濃厚つけ汁にめちゃくちゃ合うわ。これだけしっかり辛い方が、あのつけ汁の甘みも際立つし、美味しい。こんだけ食ってるけど、辛いの食うとまたもう一回食欲出るね。めちゃくちゃうまい。
また3杯目通常のね。通常の。ちょっとね、もうスケジュール2杯目終わりそうなんですけど、結構吸ってんのよ。吸ってんだけど、これどう？画面越しでこれ減ってると思う？個人的に減ってないと思うんだけど。そしたらね、この2杯目、こんな感じでもう最後ですね。うん、いやこれ3杯目で終われるかな。テレビでね、これチャーシューも釜焼き？そう、つるし焼きで、バラはつるし焼きで、甘みが強い分、この釜焼きの燻製感というか、香ばしい香りが合うね。いいですよね。美味しい、これそうだ、今もうなくなるなと思ってトッピング逃したら、ここにもこうやったのがいて、今で、今あと大盛り2杯分、1、2杯分ぐらいかな。そうですね、大盛り2.3 でも今正直想像以上に腹いっぱいですやっぱ膨らむね、太い麺は結構ありますね。結構ありますねうん、お願いします。今ですね、スケジュールの方が3杯丸々なくなりまして、まあ間違いなく大盛り以上はあるかなっていう残り具合なんだけど、今お腹はパン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 でございます。でちょっとね、もうなんとか、今食べ進めまして、残りはこれだけになりました。ここ直近でやったチャレンジメニューの中でも一番腹パンでございますですね。そしたら、具材ですね、これで最後ですということで、この最後のつけ汁もしっかりと、本当はスープ割りをしてね、飲み干したいところなんですけど、もう腹パンパンなので、本日はねこちらでごちそうさまでした。今回はですね、以前やったようなね、楽しみつつ、特製のね、デカ盛りを作っていただく企画だったんですけれども、ごめんなさい、僕の事前のね、打ち合わせミスというか、想定以上のこの量になってしまいまして、結構ですね、お腹パンパンでございます。でもね、やっぱこういうデカ盛りを食べるときって、好みの味じゃなかったりとかすると結構ね、きついんですけれども、やっぱりこの一滴さんのね、つけ麺は本当に美味しいので、最後までね、しっかりと
完食することができました。こちらの店さんとは本当に昔からお付き合いがありまして、すごくお世話になっている方なんですけれども、その当時から美味しいつけ麺をね、しっかりと作ってくれる方だったので、独立してももちろん美味しいんだろうなとは思ったんですけど、今日ねこれ実際食べてみて、まあやっぱり美味しいなと、人気店にねなる理由がわかる、そんなつけ麺でございました。このあたりですね、本当に今ラーメン激戦区となっておりまして、いろいろと、ラーメン屋さんありますが、ぜひですねこの一滴さんで、超この濃厚の豚骨つけ麺食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。じゃあ最後にですね、本日の、僕のお腹を見て皆様とお別れをしたいと思います。それではまた次の動画で。じゃあねー。